岩瀬さん、はい、メモを落とすのやめてくださいびっくりしましたね、はい、危ない危ない危ないということで、はい、時刻は7時23分を回りました。大手新聞各紙一面見ていきましょうか。さあ宮瀬さん、やっぱりですね、はい、昨日はノーベル賞の受賞、顔が真っ赤じゃないですか、はい、ごめんなさい、忘れましたよ、もう本当に、ノーベル賞にも大興奮です。これはまあ何が研究成果なのかといいますと、